こんにちは。こんにちは、はるかさん。はい。ようこそ、いちごカメラへ。あ、お邪魔します。はい、よろしくお願いし はます。い、お願いします。はるかさん、カメラのこととか撮ってきた写真についていろいろお聞きしたいなと思ってお呼びしました。ちょっと前にチャットで、おや、この人どうやら写真をやってたようだぞっていうことに気がついて、はい、ちょっとそう写真です。の話を振ってみたら、もう返される言葉が全て面白くて そうだったんですね。そうで、まあチャットでずっと延々と深掘りしてってもよかったんですけど、これはちょっと一旦チャットは止めて、もう直接お聞きしちゃおうということでお呼びしましたよ。そうですね。喋った方がいろいろ出てくるかもしれないですね。どう私なんでしの、ょう。お話でよければ全ああ、然ぜ、何ではん、も、はい、よろしくお願いしまおす。願いします。あえてざっくりまずは聞いてみたいと思うんですけど、写真遍歴について、なんかいつ頃からどんな風にみたいなことを教えてもらえますか？そうですね。写真は、高校生の時に写真部だったんですよ。おお、なるほど。でも、運動部が嫌だったんで、なんか、実質上の帰宅部みたいな感じだったんですけど、なるほど、後ろ向きな理由で。そうなんですよね。でも、一個上の学年の、とかもギャルの人とかしかいなくて、写真部で。でも、暗室があったんで、学校に。そこで撮った写真を現像して文化祭とかに出したりはしてましたね。ああ、フィルムですか、当時は。そうですね。でもカメラ持ってなかったんで、コンパクトカメラで、まあ、押すだけのカメラですね。あれで撮って展示とかしたりしてましたね。学校に暗室があるっていうのもすごいですね。あんまりないんですかああ、ね、僕の高校。高校には少なくともなかったですね。あ、でも僕行ってた高校、比較的新しい、僕が在学中に10周年とか行ってたんで、だから多分1990年ぐらいにできた高校だとする新と、でもそしの頃はまだフィルムしかないかい。ら、暗室があってもおかしくないといえばおかしくないのか。確かに。あんま人気がなかったんですか、写真部とかは。どう、そうか。いや、どうなん作だるろう、まで他のも高校にあるもんなのかな。いどう、や、どうなんでしょうね。割と古くからある学校だったからかな。どうなんだろう。もうその頃はデジタルカメラってありました？2000年ぐらいなんで、もう、出始めか。出始めぐらいですかね。それは学校の行事とかを撮ってたんですか？いや、風景とか人とかですへえ、かね。なるほど。この間フィルムを漁ってたら、高校の時に撮った写真が1枚だけ出てきて、おお。なんかもう黄ばんでたんですけど、なんか懐かしいなと思ってました。はい、ではその後はどうなったんでしょその後はですね、美大に行きう。たくて、で、私、二浪したんですああ、よ。そうなんですね。そうなんです。で、晴れて大学に入学して、大学3年の時に写真が専攻できたんで、それで、そうですね、そこでまた、写真をちょっとまともに、やり始めたというか、まあ、高校の時は本当は遊びというか、感覚だったんですけど、まあ、有名な十文字美人さんという写真家の方が教授でいまして、まあ、今もいないんですけど、その大学では教えてなくて、で、その当時、その十文字さんの授業が取れたので、その授業を取って、で、結
結構のめり込んだというか、卒業制作も写真を撮ったりとかっていう感じでしたね。そっか、卒業制作までってすごいな。美大の卒業制作って写真で卒業したと。そうですね。みんな普通にグラフィックデザイン科だったんで、写真の人はそんなにいなかったかな。イラストだったり広告作ったりとか、そういう人が結構多かったかもしれないですね。大学自体はどういう写真を撮ってたんですか？結構長期休暇とかの、大学も休みありましたよね。なんかもう忘れちゃったけど、もう忘れちゃったけど、そう、その時に海外旅行によく行ってまして、友人と。で、その時の風景を撮ったりとかは結構してましたね。卒業制作の時は、自分の祖母、一緒に同居してた祖母を撮ってですね。で、卒業してからも祖母は定期的に撮り続けてたんですよ。2014年とか、確かそれぐらいに亡くなったんで、その時ぐらいまで撮ってましたね。2008年ぐらいから。ちょっと私、実家が静岡なんですけど、東京にそ、あの大学の時住んでて、それで、帰るたんびにその祖母を撮ってたんですけど、金沢の方に引っ越してきたんですよ、その後に。それからちょっと静岡の方になかなか帰る機会が少なくなってしまって、なかなかそのおばあちゃんを撮る機会もちょっと少なくなってた時に亡くなったみたいな感じですね。なるほど。卒業制作のテーマとかってあるんですか？特にそのテーマを決める以前に、その結構その大学時代ってずっと悩んでたんですよ。何を作ってもこう自分の作品に感じないというか、なんというか、なんかこれが本当にこう表現したいことなのかなみたいなのがずっとあって悩んでまして、で、なんでその、こう、テーマもちょっとまともに決まらなかったというか、なんというか、そうですね、ある時に、ちょっと、吹っ切れるタイミングがありまして、その大学の時に、その後にふと、おばあちゃんをちょっとちゃんと撮ってみようっていうふうに思いまして、で、それで、撮ったっていう感じでしたね。で、結果的にその卒業制作で作ったものっていうのはすごく自分としても満足のいくものに仕上がったので、よかったなみたいな感じがありますね。そのおばあちゃんを撮った写真が卒業制作とイコールですか？そうですね。卒業制作でまとめたやつを、とある写真のアワードに応募したら、賞をいただいてしまったというそうなんですよかね。感じでしたね。それは、卒業制作だからもう社会人になった後ですか？卒業制作が、ね、本当大学4年のもう1月、2月、3月ぐらいですおお、ね。卒業間近の時に。卒業間近ですね。これは2008年ぐらいだったかな。もうその時は就職決まってたりしたんですか？ 決まってなかったんですよ。本当、2008年の本当3月ぐらいに決まって、もうなんかグダグダでした。あれでも、そういうタイミングだと、あれこれは写真の道もあるんじゃないとか思うんじゃないですか？とも思ったんですけど、なんだろう、写真って本気で撮ったらすごい難しくないですか？いや、なんか撮ろうと思ったら、なんだろう、撮れないというか、なんという僕はか。本気にもなりきれてないところがあると自分で思ってますえ、から。そうなんですか？
楽しんでることは間違いないですけど、はい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 。まあでも楽しく撮るのは一番だよな。すごい真面目にその時その向き合いすぎたというか、なんというか、すごい疲れて で、なんだろう、とりあえず仕事はでもデザインにしとこうかなみたいな感じでしたね。そうなんですか。そっか、いろいろ前提をすっ飛ばしてるというか、この視聴者の方にとってはね、自己紹介もなくつらつらあ、そうですね。話し自己始めて紹るの。介いがや全然なかったですいや、ね。これ僕はそれでいいと思ってるんです。 あ、いいんですか？そう、いいですなんね。となく改まって自己紹介していただくより、何回か出ああ。ていただいて、でそはいの中はいはい。でじわじわ人となりが伝わっていけばいいかなぐらいななるほど。なるほど、なる感じなほど。んで。ただまあ現在は UI デザイナーなんですよね。そうですね。市上さんも同じですよ僕ね。もUI デザイナーと名乗ることが多いです。 私もそうですね。そうですか。ではその社会に出た後はどうですか？そうですね。やっぱ大学の時に比べると、取る頻度は少なくなったかなと。やっぱ学生の頃で暇なので、どこにでも行く時間もまあそれなりにあったりとかするんで、頻度は減ったんですけど、その卒業してから何年か後に、さっき言ったフォトアワードに出して賞をいただいたんですけど、なんかそれきっかけにちょっとまた写真を意識するようにはなったような気がさっきとはし別まのアすワードね。ですか？あ、いやいや、同じ、さっきああ、の、あ、はい。なるほど。藤原新也さんという写真家の方がいまして、で、私、藤原さんのすごいファンなんですよ。で、藤原さんが主催するフォトアワードに応募して賞をいただいて、藤原さんから電話がかかってきたんですよ、いきなり。で、授賞式があるから来れるかって言われて、で、その時金沢に住んでたので、で、とりあえず行くことにして、行って、で、その授賞式の時に、いろいろ公表、直にみんなの前で公表をいただいたんですけど、結構ありがたいお言葉をたくさんいただいてですね。で、その後に、写真の賞品としていただいたのは、今私が所有している猫のデジタルカメラっていうカメラと、あとミノルタの CLE ですね。で、この CLE はですね、藤原さんが80年代に使用してたカメラでして、なんだろう、私すごいファンだったので、もうこんな大変なものをもらってしまったみたいそなの感じ藤に原なったさんんですが使けっど。てたカメラですか？そうです、そうです。同じものっていうわけじゃ、もうそのも同の。じもの、そうそうです、そうです。当へえ。時、その藤原さんが使っていたカメラをいただいわあ、て、すごいな。そうなんです。これ大変なものを本当にいただいてしまったっていう感じで。で、その時に、商品としてカメラをプレゼントしたいけど何が欲しいって言われたんですよ。聞かれたんですよ。で、私すぐ答えられなくて、そのカメラのこともあんまりわからないんで、迷ってたら、今デジタルとフィルムでどっち撮ることが多いんだみたいなこと聞かれて、で、その時まだフィルムで撮ることが多かったって、あ、フィルムのが多いですねっていうことを言ったら、そのミノルタの CLE を送ってきてくださって、その賞品として、その写真もし撮り下ろしたらまた公表してやるっていうふうに言われたんですよ。で、ミノルタの CLE もせっかくもらったし、ちょっとじゃあ撮ってみようかなと思って撮って、で、持って
ってったんですよ。お会いする約束をして、で見てもらったんですけど、賞を取った時はからするともう結構ダメでなる評ほど。価が なんでダメだったかというと、撮ってるもの自体は被写体自体は変わってるんですけど、その賞をいただいた時と、その撮り下ろしたものと被写体自体は変わってるんだけど、変わってないというか、なんというか、そのなんていうんですかね、似たような写真というか。で、その時にお話しされてたのが、最近のその若手の写真家の人たちとかは、一回その自分の表現というか作風っていうんですかね、そういうのを確立したら、そこからなかなか出ようとしないみたいなことを言って、まあそういう人が多いっていうふうに言ってたんですよ。まあ保守的というか、なんというか。で、やっぱそこを壊していかないと次のレベルにはいかないよっていうふうなことを言われまして、で、まあその時はそれで終わったんですけど、結構そのことがずっと心の中に残っててですね、で、ずっとその時ぐらいまで、フィルムの呪縛みたいなのがあったんですよ、私。なんかこう、デジタルになかなか移行しづらかったというかな、なんていうか、フィルム自体が結構好きだったんで、デジタルもその頃結構いろんなカメラが出てたんですけど、なかなかそのちょっと手を出してなかったというか。そうですよね。先ほどのおばあちゃんの作品とかでも、もう2007年から2014年ぐらいとすると、もうデジタル、もう時代が変わっそうてですね。るタイミングですもんそうなんね。ですよね。なんですけど、そう、大学の時も確かにデジタルで結構撮ってた人とかもいたんで、まあ、まだその現像にこだわってたというか、なんというか、フィルム自分で現像してみたいな。ちょっとせっかくだからやっときたいなっていうのもあったので、フィルムを。で、なんとなくそのデジタル、好みの話なんですけど、デジタルのその写りよりフィルムで撮った写りの方がなんかいいなっていう単純な好みみたいなのがあったんですよ、その時も。なんですけど、その時になんかそういうことを言われた後ぐらいに、ああ、ちょっとデジタルも使ってみようかなっていうふうに思って購入したのが GXR ですね。そうで着すね。手した いやそうですね。本当 GXR は発売当時もなんか僕所有はできなかったけど、なんかすごいワクワクしたのを覚えてますね。そうなんですユニットね。交換式で、なんかプロジェクターにもなるみたいな。いそや、うなんです結ね。局それが実現したかどうかは分かんないんですけど、そういう構想もあったんじゃないかな、最初は。でもその後あんまりそのユニットが発展しなかったんですけどね。そうですね。GXR を購入したのが、ミノルタのその CLE 用にのボディをもいただいたんで、それ用のレンズを買おうと思って、買ったのが M6 コール40mmF、 F いくつだっけ、忘れちゃった。 F2 かな。F2 かな。CLE のレンズなんですかね、これ。ちそうょっとですそうです。ですよいや、ね。僕もなんか欲しいんですよ、これ。欲しいんですミか？ノルタ CLE の多分1個前のライツミノルタライツミノルタ。の次の機種ですよね、これきっと。そうですね。で、多分このミノルタ CLE から絞り有線オートがついてて、ライツミノルタはフルオートなんかな、多分。っていう違いがあるようで。
そのライツ・ミノルタとか、このミノルタ CLE とかは、いつも最近僕がよく行くカメラ屋さんに置いてあって、いつも指をくわえて見てます。よく今いくらぐらいで売ってるんですか？そのレンズセットで8万8000円でした。6コールとセッ6トでっコールてこと40ですミかリね。とセットで。はそれはライツ・ミノルタですけどね、1個前の。あ。ああ、M マウント、ライカレンズは使ってみたいから、その母艦としては、安価だし、そうですいいね。かな、いつか欲しいなと思っいてつか なんだ、M6 コールとかも持ってたから、市上さんにあげればよかったかな。なんか、売っちゃったんですけども、6コールは。そうなんですよ。その CLE について、買ったレンズが M6 コールだったんで、で、それ、せっかくレンズ買ったし、なんか使えないのかなと思ってたら、そのリコジ XR で使えるっていう感じだったんで、で、まあ、そこまで高くないし、っていう感じで、最初、6コールを GXR につけて撮ってたんですよね。で、そのちょっと前ぐらいに、ライカのミニルックスを購入したんですよ。これも欲しかった。そう。い まだに欲しいですけど。私、そう、市上さんに言われて、調べたら、今、めちゃくちゃ高くなってるんですよね、こ本当そうれ。なんですよ。びっくりしました、これ。もっと安かった気がしま本すね、当私10が年買っ前とたかと比時。べると、もう人気機種は倍ぐらいになってますね。そうなでんだ。ね、もう生産終了してるから、希少価値は増す一方で、だからもう、本当常に今が一番安い状態ですね。そうで今す後も値ね。段なる落ほちるこど。とはないだろうという。だから本当、ライカとかでも状態のいいカメラがあったら、下手な株を買うよりいいと思いますよ。なるほど。大事に保管してれ ば。上がり続けるみたいな。なるほど。いいこと聞いたな。そうか、そっそうちでがす後だったんでね。すね。ライカミニルックス。CLE をいただいた時ぐらいか、と同時ぐらいかな、ミニルックスも購入したのが。なんで購入したんだっけな、なんかこう、気軽に撮れるフィルムカメラみたいなのがちょっと欲しいなと思って、買ったんですよね。あれだったんですよ。1万9000円で買ったんです。ねえ、信じられない。今10倍ですよ。でも当時でもそんなに安い、その値段のやつってなかったんですね。5万円前後だが普通相場ぐらいだったような気がすなんるでんそでんすけなど、安そかっのたんです中で。か？なんでだろう。いや、でも偽物じゃないとは思うんだけど。普通にお店で買ったんですか？なんか、古いフィルムカメラを専門に扱うカメラ屋さんがありまして、で、それネットだったんですけど、で、そこで、なんかライカとか、ローライフレックスとか、もういろんなのを扱って、古いカメラを扱ってる、なんかところで、たまたまですね、本当に。なんであんなに安かったのかはよくわかんないんですけど、でも、そんなジャンク品とかでもなく、ちゃんとしてて、ですか。そうですね、で、ミニそれルッをクさらス。にあれなんですよね、改造して っていう話ですよね。ミニルックスを改造しちゃったんですよね、そうなんです。で、まあ、ちょうど自分の中でのデジタル移行期の時だったんで、で、ミニルックス意外と重いなと思ってたんですよ、思った時に。その時に、あ、そうだ、レンズを6コールで、ちょっと GXR に戻るんですけど、その6コールを撮ってた時に、他に M マウントのなんかレンズないのかなと思って、ちょっと探してたんですよ、その時。で、たまたま、その、ミニルックスとか、まあいろんな他にもレンズ、古いそのレンズとかを
改造して、レンズとか取り出してくれる会社ところをなんか見つけたんですよ。見たらそのミニルックスも M マウントに改造したことがあるみたいなことが書いてあっすたんごいで、な。で、あ、これ、改造、ちょうどフィルムもそんなに撮らなくなりそうだから、もう改造しちゃおうかなと思って、で、見積もり出したら7万円くらいだったんですよ。で、まあ、1万9千円で買って7万円、10万いかないぐらいでライカのレンズが手に入ったと思えば、まあ、いっかみたいな感じになって、そうで、そうなんです。か。改造ライしてカミもらっニルたッといクスう。についてるレンズが、ズマリと 40mmF2.4 ですはい、ね。そうですね。いや、これ何個か作例送っていただきましたけど、いはい。や、なんかもう、語彙力がないんですけど、すげえって。語彙力が なんだろう、すごい、柔らかいというか、なんていうか。レンズの表現でドライとウェットで分けられるとはい思うんですけはいど、はい。もう完全に、はい。まあ、ライカなんでウェットですよね。でうもこれ見た時にもうなんかもう水が溢れてるような、溢れるウェット感をおお、溢れるウェット感感。じましたね。なんかライカの他のレンズとかちょっと私使ったことがないので、どういう感じなのかがわからないんですけど、もう一個所有してる本当のシグマのカメラとかと比べると本当違いいがや、すごそう、くわかるというシグマか。とか GR はドライなんですよね。カラッカラというかああ、なるほど。これも僕のそう印で象ですすけね。ど、GR とシなグるマはカラほど。カラ、ニコンはそこまでいかないけどドライ系、富士のフジノンレンズとかはウェット系、キャノンはあんま使ったことないんですけど、キャノンもややウェット系なのかなぐらいな印象を持ってますね。合ってるか分かんないですけど。勉強になりました。いや、このズマリットのす描ご写い。はすごかった。ああ、これね、なんか他のライカレンズはどんな感じなのかが、ねえ、すごい、でもいい感じですよね。なんかこう、やっぱ柔らかく撮りたいな、みたいな時は、このライカのこのレンズですね。そうか。あ、ちょっと、あ、機材系に話が移行してきたんで、機材の話ももっと聞きたいんですけど、機材の話に行く前にもうちょっとだけ撮られてきた写真表現のことのことについて聞きたいなと思ったんですけど、おばあちゃんの写真、これ特にネットとかで公開されてるようなもんじゃないですけど、特別に見せていただいて、なんというか撮影者を感じさせない気がしたんですね。あ、そうですか。おばあちゃんと撮影者の関係っていうよりも、おばあちゃんの日常というか、おばあちゃんが本当撮影者を意そうで識しすてないんね。だろうなって、本当に神の目でおばあちゃんの日常を見てるような。神の目かどうかは わからないけど。ていう印象を受けました。これはまあ受け取る人それぞれかもしれないですけど、何か気合を入れて撮る作品作るぞっていう、先ほどちょっと吹っ切れたタイミングがあったみたいな話もあったんですけど、どういうことなんですかそれは。吹っ切れたということってことですかね。作なんだろう。品、本気であ、撮るっ本気ていで撮るう。とはどういうことなんですか。ただ、その自分がこう見たいっていう思いというか、撮りたい思いというんですかね。なんだろう。吹っ切れる。そうですね。本気でその後にも撮った写真っていうのは、卒業してからもいくつかあるんですけど、それはスイッチを入れるわけですか。よし、こっから本気。いや、
入れられないです。 その時その時で、こう、何か心が動いた時っていうんですかね、なんか気になるとか、なんで気になるんだろうとか、それはもうそのもやっとしたテーマを掲げて、それを意識しながら撮るんですか？とりあえず私の場合なんですけども、気になったならもうそれ以上考えないで撮るっていうか感じなんですね。で、撮った後に考えるというか、撮った写真を見ながら考えるみたいな。で、なるべく撮る前とか撮ってる時とかはもう考えないようにしてますね。なんか大学の時にその授業だったさ、そのさっき言った十文字さんがおっしゃってたんですけど、写真になんか撮らなくていいんだよっていうふうに言われたんですよ。なんかすごいそれ心に残ってるんですけど、これは私なりのその解釈とか自分なりの解釈なんですけど、感じることを大事にしろっていうことなのかなと思って、その後にまあ撮ることとかがついてくるのかなっていうふうに思って、で結局それって写真じゃなくても何でも通じる、表現の中ではこう何でも通じるのかなと思って、例えば写真じゃなくてもいいし、まあ、絵に描いたでもいいし、まあ、音楽を作ってもいいし、踊ってもいいし、みたいな。まず、自分がな、かん、感じる気持ちというか、そういうのを、こう、一番に、大事にするっていうのが、大事なんじゃないかなっていうのを、その言葉から感じたんですよね。なんかそのコンテストとかで作品出す時にステートメントをつけたりとかもありました？ステートメントというなんかそと、の写真を撮ってる意図だとかを文章にして。つけるものもあったし、自分がまとめたものの中では、特にタイトルも本当日付だけで、あと何もコメントしないやつとかもありますね。特にあんまり用意したっていう記憶はない感じですか？一つ自分が本気でちょっとまとめたやつで、完全にちょっと文章と写真みたいな構成でまとめたやつもあるんですけど、そういう場合もありますね。いや、もしそういうのがあったとしたら、なんかそれを先に考えたのか後で考えたのかとか。完全に後でますずは自ね。分の気持ち優先で。優先ですね。なんかこう、なんていうんですかね、写真、その本気で撮るときって、自分で自分をこう、セラピーしてるみたいな感じ。なんかセラピー目的みたいな感じなんですよね。それはどういう気持ちがいいんですか？癒される、撮ってると。なんていうんですかカウンね。セリング？以前。カウンセリングです。その気持ちを確かめてるみたいな。そうですね。自分が感じた気持ちを大事にするっていう感じなんですかね。それを残しておくっていう感じですかね。で、まあ、残すのは、がたまたまその写真だったっていう感じなんですよね。もともとなんか写真やってたはやってたんですけど、なんか何でも良かったっちゃ良かったんですよね。たまたまその時にやってたのが写真だったから、そのまま、なんとなく今でもやってるっていう感じで、結局そこをやっぱ大事にしたいっていうのがあるので、そこからのその表現の方法っていうのは、今でも結構何でもいいかなっていうふうには思ったりしてますね。で、あんまりその保守的になるなっていうふうなこと
まあ、保守的にならないようにした方がいいかなっていうふうに自分で思い始めてからは、その写真に限らず結構その本業とかでもなんか影響されてるかもしれないですね。こう新しいものが出てきたらそれをまず使ってみようとか、なんか前まで結構こうね、なんだろう、新しいものがどんどん出てくるとこう覚えるのが大変だったりするじゃないですか。そこに対してこうネガティブじゃネガティブなところがどっかあったんですけど、なんかその言葉を聞いてから、なるべくこう新しいことも積極的にやっていこうかなっていうのは、写真に限らず、いろいろ本業の方でも結構影響されてるかもしれないですね。僕らの仕事なんて特にデジタルのプロダクトの UI とか作ってると、なんか新しいもの知ってないとダメだったりしますもんね。そうですね、本当にそんな感じですよね。いやありがとうございます。はい。ちょっとはるかさんの写真表現のちょっと一端を垣間見れたような気がします。そうですか。よかったです。なんかうまく説明できたのかがちょっと不明なんですが。だいぶちょっと時間も長くなったので、機はい。材の話はまたちょっと一は回い。切って はい。またお話しさせていただければと思うんですけど、そうですたね。だちょっはとい。これ視聴者の方に向けて予はい。告じゃないですけど、はるかさんの持ってる機材がはもい。う男前で。これ、男前の、この手、ようわかんないですね。こう、逆に女子っぽい、このラインナップとかもあるんですかね。ああ、それはあるでしょあ、あう。るんですね。一応この間先男なん日ですね。インスタにアップされてた、持たれてるカメラ6つ、これを上げると、シグマ DP2 メリル、リコー GR2、リコー GXR、ミノルタ CLE、キャノン EOS KIS3、これフィルムカメラですね。で、最後、猫のデジタルカメラ。そうですこのね。はい。6機種、ちょっと次回ははこい。の、機材トークをぜひさせていただはきたいい。と思います。はい。ぜひ。ではは、い。一旦切りたいと思います。ありがはとうい。ございでます。は、ありがとうございます。